はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、あまりにもまあ点が取れてないというところで、打順のね、提案というところをさせていただきたいなというふうに思ってます。まあ結論から言うとですね、まあサムネイルにもありましたけども、大城さんファーストできないかというところです。はい、ですね、まあ大城選手はですね、まあもともとキャッチャーであると。でもちろんね、素晴らしいキャッチャーでもあるんですが、まあ今年に関してはですね、まあ岸田捕手が非常に台頭してきてると。まあ守備面でもまあ打撃面でもまあ非常に成長を見せてると、結果を出してるというところで、こんだけ打てない状況でね、打てる可能性のある選手をまあベンチに置いとくっていうのが、まあ機会損失というかね、もったいないんじゃないかっていうところを僕思いまして、まあ皆さんも思ったことある方いらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっとまあ岡本選手のポジションを変えたりとか、そういったところはあるんだけども、この歴史的に、点が取れないジャイアンツというところで、少し打線というところもね、てこ入れというか、メス入れをしていかないといけないんじゃないかっていうところを、すごくね、危機的に僕思っております。じゃあですね、大城選手を、まあその、ファーストに入れますと。で、岡本選手を他にやりますと。どういった打順に何年と、スタメンに何年っていうところ、まあ皆さん気になってると思うので、ちょっと読み上げていきたいんですけど、まあ一番は僕はこれはね、ライトかセンターどっちでもいいんですけど、これ丸選手ね。で、二番にサード坂本選手ね。はい。で、三番にまあセカンド吉川選手。で、四番にまあレフト。今さ、ファースト守ってるんだけど、レフトに岡本選手。で、これ5番にですね、まあセンターかライト。これは丸さんとね、どちらでもいいんですけども、ヘルナンデスね。5番。で、6番にファースト大城選手。で、7番にキャッチャー岸田選手。で、8番にショートに、まあ、出口選手か、まあ、門脇選手。で、9番にピッチャー。もう、この打順で、このスタメンで、もう、打てなかったら、もう仕方ない。いや、それぐらいの打順だと思ってます。もう、今、ジャイアンツにいる選手、全員、かき集めて、一番僕、いい並びだと、僕は思ってます。はい、ちょっと詳しく見ていきたいんですけど、まあその現状ね、まあ丸選手は1番って言いましたけども、今現状丸さんの1番と、まあ今最近ですけども2番の坂本さんっていうのは僕はいい感じだと思うんです。まあやはり初回にね、この2人が回ってくるっていうのもあるし、まあ丸さんもね、実際状態が良かったりとか、坂本さんもね、ちょっとずつね、この間4安打してから状態が上がってきてるっていうのがあるんで、非常にね、やはり早い展開、早い回に点を取ろうと思うのであれば、僕はこの二人っていうのは今一番いいと思うんです。で、記事とか見てても、二岡さんがですね、今二番坂本で、今後ちょっとね、やっていくっていう風なね、発言をしたりとかしてますんで、そういったところで、僕はこの1、2番っていうのは僕はいいと思うんですよ。で、3番ですよね。で、3番、吉川選手。まあ、これも僕いいと思うんですよ。もしかしたらヘルナンデスを3番に出た方がいいんじゃないかっていう声ももしかしたらあるかもしれないですけども、僕は現状、まあ、吉川選手が非常に結果を出してると。で、足も使えるっていうのもあるんで、いい形でいけれるんで、僕はそこはね、動かす必要ないのかなというふうに思ってます。で、ここですよね。4番、岡本選手。まあ、4番の岡本選手は僕は、変えなくていいと思ってます。まあ、実際ね、得点圏も打ててなくて、今日も3三振かなっていうところで、状態は良くないんだけども、間違いなく上がってくると。いうところを信じて、僕は、4番は岡本選手で固定というところ。で、ただしかし、今ずっとファースト守ってるんだけど、大城さんをファーストにやることによって、岡本選手には非常に申し訳ないんだけど、レフトに回って、もらうというところですね。ここがね、非常に、バッティングに良い影響を出すのかちょっとわからないですけども、まあ、昨年もね、原監督がまあね、レフトに起用したりとかありましたけども、ほんまはね、本音を言うとあんまりこう守備をね、4番打者っていうところを、打順もそうだし、ポジションもあんまり、動かしたくないんですよ。間違いなくね。どう考えても。なんだけど、もう動かさざるを得ないんじゃないかっていうところぐらいまで、もう僕はね、危機的な状況だと思ってました。で、5番にですけども、
ヘルナンデスね。今、こう、2軍の試合も今日出てたんかな？っていうところ。で、僕、この間ね、安倍監督が、シーズン前にですね、なんだ、センターを日本人がやってほしいっていうお話あったと思いますと。だから、僕はヘルナンデスは、ライトとかの方がいいかなっていうふうに思ってたんですけど、今日のファームのね、試合で、センターを守ってるっていうのがあるんで、僕はセンター守れるんちゃうかと。一軍でもね。うん。まあ、マルさんも結構こう、守備範囲が衰えてきたりとか、まあ、型というところもあるんで、まあ、ヘルナンデスのね、守備とかを見てても、ああ、結構動けるなって、うん、うまいなっていうふうに思ったんで、外国人選手はあんまりこう、センターではあんまりっていう感じでしたけども、まあでも、この、マルさんのこととかも考えながらやると、やっぱりセンター変なんです。守れるんやったら守ってほしいなっていうのは正直あるんですよね。うん。まあ理想ではないんだけど、まあそこは仕方がないかなっていうふうに思います。で、ここですよね。6番に大城さん。まあその実際、2軍でね、まあ今試合出たりしてますけども、まあ状態が良くなかったと、1割8分ぐらいだったかなっていうのはありましたけども、やはりまあ昨年もそうだし、前からそうでしたけども、やはり打てると。打てる、まあ、キャッチャーというふうに言われてて、実際打ってきたと。OPS も800ぐらいあったと。っていうのがあるんで、やはり、そのバッターが6番にいるっていうのは非常に大きいし、そこでね、ファースト守れるのかっていうところなんですよね。やはり、まあ、安倍監督、守備を重視しますと。で、ファーストって意外とこう簡単だろうと思われがちなんですけど、めっちゃ難しいんですよね、ファースト。で、実際ファーストって守備力めっちゃ大事なんですよ。だから、そこに大城さん、まあ、あんまりファーストを守ったことがない選手ですけども、そこに、ファーストをやるっていう、その、安倍監督の考えっていうのはもしかしたらないのかもしれないけど、まあ、これ一つのオプションとしてよ。選択肢として、こんだけ打てないんだったら、これぐらいやっても僕はいいんじゃないかなっていう意見で今日言わせてもらってます。はい。で、7番に、キャッチャー、これ、岸田選手ね。まあ、これは、この間ね、2日前ぐらいかな。5番とかに、5番とか打ってましたけども、やはり、まあ、別に5番上がったから、力んで打っててないとか、そんなわけではないと思うんですけども、やはり、これほど調子のいいね、打者っていうのが、この7番にいるっていうのは非常に大きいと思うし、下位打線から上位につなげていくっていうことができ、るんじゃないかなっていうところで、7番に岸田選手、これ僕ベストだと思ってます。で、8番に、まあ、ここはショート、まあ、ショート争いになってきますけども、まあ、泉口選手であったりとか、門脇選手。まあ、本来で言ったら門脇選手がね、打ってほしいと思ってるんだろうけど、まあ、現状のね、打撃の内容もありますし、守備でもね、結構精細を欠いてしまってるっていうのがあるんで、まあ、現状ね、今日も泉口選手が出てたりとか、ありました。まあ、守備力もね、非常に、まあ、安定してるっていうのがあるんで、まあ、バカ当たりとか、打撃で、はないかもしれないけど、まあまあまあ、それなりにやっぱり社会人まで行ってやってくれてるんで、ある程度やっぱあっちからは出してくれるやろうっていうところで、いい働きができてるんじゃないかなっていうふうに思います。で、9番にはピッチャーっていうところで、この打順が僕、うん、一番点取れるんちゃうかなって。で、まあ多少守備力っていうところ、まあファーストがね、大城さんになるんで落ちたりとか、まあ、ヘルナンデスが入るんで、そこをね、日本人の今、出てるオコエ選手とかの守備力と比べてどうなのかっていうところはあるんだけど、これをやって、もしこの打順で安倍監督が、試合を望んだとして、これで僕点入らなかったら、これはもう仕方ないと思うんですよね。もうこれの打順でやったら、この火力が僕マックスだと思うんです。うん。まあ、これ安倍監督がやるかわかんないけど、これが今のジャイアンツの全員のメンバーの中で一番最大火力になるんじゃないかなっていうところがありますと。で、まあ、実際、まあ、点取れてないと。確かに調子も悪いと。特に岡本選手とかね。まあ、別に岡本選手が悪いわけじゃないし、岡本選手だけが悪いわけじゃないんだけど、やはりま、4番バッターっていうね、まあ、大山選手とか、まあ、阪神の大山選手とかもそうでしたけども、やはりま、人気球団の中で、4番が打ててないというなると、まあ、4番の聖夜と、岡本の聖夜みたいな、まあ、僕のこの YouTube のコメントでもなったりしますけども、まあ、確かにそれもあるんだけど、やはり、まあじゃあ4番一人だけに、全部責任を負わせてていいのかっていう話になると僕はまたそれは違うのかなと思うので、やはりまあね、上位を打つ丸坂本選手だったりそうだったりとか、後ろを打つね、ヘルナンデス大城、まあこの今の僕が言った打順だったらねっていうところが、やはり
カバーしていくっていうのも、まあ、チームスポーツだと思うし、それが野球だと思うので、まあ、一概に全部が、岡本が全部悪いよ、みたいな、岡本が打ててないから巨人負けんや、みたいなことを言うのは、それはちょっと違うのかなっていうふうに思うので、まあ、もちろん打ってくれた方がね、点は入るのはもちろんそうなんだけど、僕はね、全部が全部そうだとは思わないので、それをカバーするためにも、もう間違いなくこの打線っていうのが、間違いなく、一番、火力としてはね、打力としては高いと思うので、もしね、一回本当に、マジでやばいと、点取れなくてやばいっていうふうに思ってるんであれば、僕のね、この打順で、ちょっと試してほしいなっていうのは、マジであるんだよね。まあ懸念としてはこの大城さんですよね。このファーストを守れるのかどうかっていうところ。まああの二軍でね、ちょっと練習したりとか。まああれはね、どういう意図で練習してるかわかんないんですよ。実際、まあキャッチャーをやってても、まあサードのところにポジション入って、まあハンドリングを使いながら練習したりするとかいう練習もあるんで、実際本気でどれぐらいファーストに行くって言って、ファーストミットを持ってやってたかとか、そこまでは僕見てないんで、わからないんだけど、これもしね、本当に点取りたいと、もうマジで危機的状況やってなるんだったら、思ってるんだったら僕は今言ったね、打順っていうのが一番ね、点取れると思うし、一番相手にも脅威与えられると思うし、うん、一番僕は、いいんじゃないかな。まあ、守備名はちょっとね、佐藤樹。うん、いいんじゃないかなっていうふうに僕思っております。はい、そんな感じでね、今日はちょっと打順の提案というところで、まあ今日試合、まあボロンチョにやられて、ちょっと考えてたんですよ。どうやったら点取れんのかなって。実際でも今日だって負けてるけど、3対0じゃないですか。で、取られ方も良くないし、あんまりね。流れは悪いんだけど、でも言うても3点じゃないですか。だから、バッテリーとしては、そこまで、悪くないと思うんですよ。3点に抑えてるからな、9イニングを。まあ、相手の阪神の打線の調子っていうのもあるんだけど、でも結構、どこの球団に対しても、そんなに点取られてないと思うんですよ。うん、そんなアホみたいにね。まあ、たまにはあるやろうけど、っていうところがあるんで、やっぱある程度ね、点が取れてったら、今の今日の3点でももしかしたら5点取れてたら、勝てたかもしれないし、うん。だから、それぐらいの、爆発力がある打線に組み替えても、うん、いいんじゃないかなっていうようなところはね、僕思ってるんで、ぜひね、皆さんのその打順案とか、この選手出した方がいいんちゃうかみたいなことあると思うんで、ぜひね、コメント欄をね、意見の交換の場合やと思ってコメントしてくれたらいいんで、ぜひね、そういうところで使ってください。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。